こんにちは。北海道教育大学函館校スポーツ北海道です。この動画では大学のサークルの一つスポーツ北海道の紹介をします。少しでも気になる方はぜひ最後まで見てみてください。まずスポーツ北海道とはどんなサークルかという説明をしていきます。スポーツ北海道とは大学生が中心となってスポーツの楽しさと豊かさを地域の方々に伝え、地域活性化につなげることを目的としているサークルです。次にスポーツ北海道の活動について説明します。活動は主に次の2つになります。まず毎週決まった日時に行われる定期教室があり、以下の4つが開催されています。次に季節に合わせた教室を行ったり、町のイベントに参加したりする1日企画というものがあり、以下のようなものが開催されています。その他にも地域のボランティア活動に参加したり、幼稚園や小学校に出前教室を行ったりしています。それではここから定期教室について詳しく説明していきます。まず Do You Park です。小学校 3,4 年生のスポーツ活動を手伝ったり、一緒に遊んだり、道具の使い方を伝えたりします。大学生がお手伝いばかりをせずに、子どもたちの主体性を伸ばすことも大事にしています。大学生は主に子どもたちのチームをまとめたり、ゲームの準備をしたり、子どもたちの応援をしたりしています。毎週木曜日の午後に開催中です。次に遊びストの説明をしていきます。遊びストでは小学校 1,2 年生と学生があらかじめ考えたメニューで遊びます。毎週火曜日の午後に教室を開催しています。子どもたちとボールや体、フリスビーなどを使って遊びます。可愛い子どもたちと触れ合えてとても楽しい時間になっています。次にスポルト広場について説明していきます。おじいちゃん、おばあちゃんも楽しめるようなスポーツを一緒に行っています。各週水曜日午前に開催しています。学生手作りの道具でゴルフやカーリングなどを楽しみます。おじいちゃんやおばあちゃんたちとおしゃべりする時間もとても楽しいです。次にスポーツユーイングについてです。ママさん方と一緒に本気でスポーツをします。各週水曜日の午前中に開催しています。ママさん方はとっても上手な方ばかりです。大学生も負けずに頑張って練習中です。次に Do You Park と遊びストの教室に流れについて説明します。まず空いている時間に遊ぶメニューを考えます。次に教室を行う日のお昼にリハーサルを行います。時間になったら教室を開催します。教室が終わったら振り返りの反省会を行います。以上が教室の流れになります。続いて1日企画の紹介です。まずは大沼カヌー体験です。子どもたちと保護者の方、そして大学生で力を合わせて進みます。昨年は小雨が降っていましたが、そんな中でも頑張って進みました。ハスの花の大群を見ることもできちゃいます。とっても楽しい大沼カヌー体験。カヌーが終わったらみんなでお昼を食べて、原っぱでレクをして解散です。続いては函館山トレッキングの紹介です。子供たちと一緒に函館山を登ります。自然をたっぷり感じて、子供たち、そしてもちろん仲間との絆を深めることもできます。ぜひ一緒にトレッキングに参加しませんか？続いては夏企画です。夏には四季の森公園へ行って、夏にしかできない水遊びなどで楽しみます。そしてクリスマス会の紹介です。この日はクリスマスツリーも登場して、いつもの体育館がクリスマス仕様に。定期教室でやっているようなゲームたちにも寝ぼすけサンタがやってきたり、クリスマスツリーの上で競い合ったり、組み合わせるパズルもクリスマス感満載です。とっても楽しいクリスマス会。最後にはビンゴ大会も行いました。子供たちの笑顔がたくさんの
とても楽しいクリスマス会になりました。そして最後に冬企画の紹介です。この日は冬ならではの雪遊びをして一日みんなで楽しみます。以上でスポーツ北海道の説明を終わります。少しでも気になった方はスポーツ北海道のホームページやツイッター、インスタグラムをぜひチェックしてみてください。質問はインスタグラムの DM やツイッターでいつでも受け付けています。ご視聴ありがとうございました。スポーツ北海道でした。